急激に変化する時代を乗り越えるために企業は新たな課題に直面しています。人を大切にする企業づくりから人を大切にする社会の実現へ、社労士と一緒に考えてみませんか。人を起点とする新しい経営の実現へ、 HR イノベーションズ2022。働き方の革新を通じた人を大切にする企業づくり、社労士と競争する働きがいのある職場と未来の社会。皆さんこんにちは。社会保険労務士の小谷です。さて、この動画では仕事と治療の両立支援、病気になっても働くことを諦めさせない職場づくりについてお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずは仕事と治療を両立するには支援が必要なのですが、なぜ支援が必要なのか、また企業が支援をするにあたって効果的に行うためには両立支援コーディネーターという制度がありますので、こちらをご紹介したいと思います。次に具体的な支援方法、最後に支援を行うにあたっての留意点についてお話ししていきたいと思います。それでは早速始めてまいりましょう。働き方改革の項目の一つに、病気の治療、子育て、介護等と仕事の両立、障害者就労の推進があります。子育て、介護、治療は人間のライフイベントのいずれも重要なもので、これらと仕事を両立していくことは大きな課題であることには間違いありません。この3つのうち、子育てはそこに関わる期間がある程度明確ですし、人が生まれる、育つという明るい希望のある発展的課題と言えます。介護も高齢化に伴う大きな問題ではありますが、そこに向けた心の準備、少しずつ少しずつ介護しなくちゃいけない日が来るんだろうなといったような準備の方は少しずつ進んでいき、ある程度期間の目処も立つものです。そしてこの両者どちらも自分がサポートする立場という点がございます。しかし治療は子育て介護と異なっていて、本人が病気にかかっているわけですから、自分がサポートされる立場にあるということ。また、いつ遭遇するか想定もできませんし、期間も不明瞭です。この点で他の育児、介護との両立とは大きく異なっております。病気にかかった時の困りごと、たくさんあります。例えば、働き盛りの女性が乳がんに罹患したとします。この方がまず一番先に心配になるのは、予防。病気の経過を医学的な見通しのことを予防と言うんですけれども、いくら治療技術が進歩したと言っても、本人にとってみれば自身の体のことです。とっても心配です。一番心配なところだと思います。それから次に経済的な悩みです。医療費はどうなるんだろう？食費や光熱費といった生活費はどうなるんだろう？お子さんがおられれば教育費どうなるんだろう？また住宅ローンがあれば住宅ローンの支払いをどうしていこうか？さらにご家族がおられれば家事をどうしよう？お子さんがおられれば子育てをどうしていこうか。介護中であれば親御さんの介護、看護はどうしよう。また近所付き合いなどもあります。そして仕事のことってことになります。がん患者さん、がんと診断された時に会社にどのようにいましたか？その後どうなさいましたか？という調査結果の中に、会社に迷惑をかけると思う考えて、がんと診断された時点で、会社にはがんだと言わずに、退職を決めてしまう、仕事を辞めてしまうと
といった方が4割程度おられます。この点において両立支援を進めていくことで、貴重な人材を会社さんから失うことのないようにしていく、この点が大きな課題になってくるかと思います。ご本人の困りごとがたくさんある中、関わる人が増えていきます。ご本人はこのたくさんの人が関わってくるこの関わりの中で、選択と決定、決断を迫られていきます。例えば女性の患者さんの場合は、家庭に戻れば、ご家族の元に戻れば、お父さん、お母さんにとっては娘です。また、パートナーがおられる場合は、大切なパートナーということになります。お子さんがおられれば、お母さんという立場もあります。それぞれの立場における役割があります。職場では、労働者としての立場です。上司、同僚がいます。規模にもよりますが、産業保険スタッフや私たちのような社会保険労務士が治療が必要な病気になったという時点で関わらせていただくこともあります。医療チームとしては、主治医の先生、看護師さん、ソーシャルワーカーさん、リハビリを担当していただく先生、検査の方々といったいろいろな専門家がご本人を取り巻いていきます。それぞれの立場で分けてみると、本人さんやご家族さんはまず病気のこと、どんな治療で今後どうなっていくのだろう、いろんな手続きがあるがどうしたらいいんだろう。医療チームとすれば、専門的な治療やそれに関することは答えられるけれども、この方が仕事、治療が終わってから仕事に戻れますか？私は今後働けますか？といった相談をされたときには、職場や仕事内容は分からず、判断がしづらい。何に気をつければいいのか分かりません。また職場とすれば、病気への対応、今後の見通し、病状が分からない。そもそもこの労働者を働かせてもいいのだろうか？無理に働かせて悪化させたら困るし、労働者を守る義務、安全配慮義務等もありますので、そういった情報が必要とします。また、今後働かせてもいいのかどうかというところはすごく職場、会社さんにとっては不安な点になっていきます。こうしてみると、治療と仕事の両立は子育てや介護と異なり、時間や金銭的な要因だけでなく、ご自身が患者として治療を受けるという特殊性があることに加え、医療という専門性や社会福祉資源の複雑さもあり、労働者やその家族だけでは対処しきれないことが多いことがわかります。また、労働者が治療と仕事の両立を図る上で、多くの場合、労働者と職場と医療との情報の共有が必要となります。登場人物が多いだけに、それぞれの専門分野があり、専門用語があります。これらは共通言語ではないため、通訳の存在が必要となっていきます。職場の方に、例えば、経緯作業は可能ですよ。屋内での作業が可能ですよ。というふうな診断書が職場に来たとしても、会社として屋内作業がどのような作業を言っているのか、経緯な作業と言われても、どれくらいまでが経緯な作業なのかっていうのは伝わりづらいです。また、職場の方からも主治医の先生に、この方は営業の仕事をしていますが、今後このまま仕事させても良いですか？とお尋ねになったとしても、先生方は営業の仕事っていうのは、どのぐらいの負荷があるのかを想像することができません。先生方は医療の専門家であって、労働の専門家ではありません。ご本人さんも先生と関わっていく中で、病気のことは詳しくなっていくんですけれども、制度のことであったりとか、今後どうしていくのかっていうことに関してはわかりません。このようにそれぞれが困っている。ご本人さんの困りごとはたくさんあり、ご本人を取り巻く環境はとても複雑である。そういうことを知っておくと、
両立支援はとても取り組みやすくなっていきます。実際の治療現場では、職場との連携や協議に注力できるほどの時間的、人的な資源が乏しいということが理由から、十分な連携が機能しておらず、職場においても積極的な支援というのはなかなか難しい現状です。こうした点を解消していくため、労働者の思いに耳を傾け、情報をきちんと整理し、労働者さんが職場に迷惑をかけたくない、周りに迷惑をかけたくないという理由から退職を選択してしまうような、そういった現状を回避し、労働者を支援する両立支援コーディネーターは非常に有用であると考えます。平成29年2017年に働き方改革実現会議で決定された働き方改革実行計画において、主治医、会社、産業医及び両立支援コーディネーターによる患者さんへのトライアングル型サポート体制を構築するよう定められているとともに、国のがん対策の基本的な指針として、第3期がん対策推進基本計画にも明記されています。労働者健康安全機構の方で、両立支援コーディネーターの養成講習を行っています。企業さんにおいて、両立支援コーディネーターの方を養成していただくことで、働く皆さんにとっての安心につながりますし、ご本人を取り巻く環境はとても複雑であるということを、企業側も知っておくことで、支援はとても取り組みやすくなります。ぜひ、研修をお受けになることをご検討いただければと思います。それでは2番目に、具体的な支援方法についてお話ししていきたいと思います。まず最初に、皆さんの会社の従業員さんが継続的な治療を必要とする状態になりました。またはなるかもしれない。というような申し出をしてきたとき、まずやることは、現在分かっている情報を整理してください。検査結果、その時点で、今の時点で分かっているようであれば治療計画、今後の見通し、今現在の気持ちでいいから、どうしたいというのを確認してあげてください。分からないという答えかもしれません。検査結果が分かった時点で会社の方に相談なさった方は、先ほどの患者さんを取り巻く問題の中で今一番怖いこと、不安に思っておられることは予防です。これからどうなっていくんだろう、自分の体はどうなっていくんだろう、自分の命はどうなるんだろうという心配を抱えている時です。今答えられないならわからないという答えでも良いという姿勢でお気持ちを聞いていただけたらと思います。手術が終わった後、退院した後、節目節目が来ます。その節目節目でもう一度どうしたいというのを聞いていただけたらありがたいなと思います。またこの話し合いの場にはぜひご家族も一緒にいていただけたら良いのではないかなと思います。ご家族の協力があると今後の取り組みは大変進めやすくなります。ご家族が一緒でも良いと思います。ご本人さんの情報の整理ができましたら、会社としての対応方針を検討してください。何ができるか、どこまで対応するかを社内で検討してください。周りの会社がしているとか、多くの会社はこうしているといったところから対応方法を決めるのではなく、現実的に具体的に従業員さんを支える方法、支えられるところを検討してください。いつまで対応できるかの確認も重要です。就業規則の休職規定などで休職期間が定まっている場合は、早い段階で従業員さんに期間をお伝えしていただけた方がトラブルを回避できます。早めに今後の流れを説明してあげるようにしてください。両立支援のための取り組み制度として休暇制度、勤務制度をご紹介いたします。
まず時間単位の年次有給休暇制度、こちらは育児介護でもとても従業員さんに望まれる制度になります。労働基準法に基づく年次有給休暇は1日単位で与えることが原則です。ですが労使協定を結ぶことで1時間単位で与えることが可能となります。年5日まで、5日分まで時間単位で使うことができます。傷病休暇は病気休暇制度、事業主が自主的に設ける法定外の制度となります。入院治療や通院のために年次有給休暇とは別に休暇を付与するもので、取得条件、取得中の処遇、賃金をどうするかといったようなことは事業の仕事に定めることができます。勤務制度としては時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務、テレワークですね、試し出勤制度がございます。時差出勤制度は始業および就業の時刻を変更することにより、体に負担のかかる通勤時間帯を避けて通勤していただくことができます。立っているのが辛い、だけど座っていれば仕事ができる、そういった状態で復職される方々もたくさんおられます。その場合、満員電車での通勤時間は大変ですので、1時間遅らせるだとか、そういった配慮がしていただけると、通勤しやすい、復職しやすいのではないでしょうか。短時間勤務制度、療養中、療養後の負担を軽減することを目的として、所定労働時間を短縮するものです。育児介護休業法に基づく短時間勤務制度は皆さんの事業上にもうすでに終わりになり、ご活用いただいていると思います。制度としては違うものになりますが、今運用されているルールを順用されるという形で、まずは採用していただけたらいかがかなと思います。両立支援のための取り組みは無理なくというところが大きなポイントになります。ですので、今ある制度、育児介護休業法に基づく制度は、労働者さんに働きやすさに寄り添った制度の方がたくさんございます。そちらの方を順用していただくというやり方でも構わないと思います。ぜひ検討していただければと思います。在宅勤務制度は、自宅で勤務することにより、路通勤による体への負担を軽減することが可能となります。また、試し出勤制度は、長期間にわたり休業していた労働者に対し、遠隔な復職を支援するために勤務時間や勤務日数を短縮したりして試し出勤を行うものです。復職や治療を受けながら就労することに不安や心配をしている労働者さんだけでなく、受け入れに不安を感じている職場の同僚にとっても試し出勤制度があることで不安を解消し、円滑な就労に向けて具体的な準備を行うことができます。2つほど具体的な事例を紹介したいと思います。まず F 社さん、旅館業です。従業員30名ほどの会社さんです。こちらが板長さん、調理場の板長さんが肺がんに罹患されました。で、この方とても仕事が生きがいというタイプの方で、職人かたぎな方です。本人の就労意欲がとても高く、職場復帰への希望がものすごく強かったため、会社としてもできる限りサポートしていこうという意向でした。入院中、休職中は在宅勤務とし、テレビ電話を使って、リモートで板場に指示出しをしてもらっていました。また、ずっとつないでおくことで、調理場の他の職員さんたちが、これはどうしたらいいのかなと悩まれるような時に板長へ連絡をして、板長さんがその場でこうしたらいいよ、ああしたらいいよっていう指示を出していただくといった形での勤務体制をとっておられました。また傷病手当金などの社会保険給付への家族支援、家族が不安にならないように手続き等の支援をなさいました。また板長が板場にいる時間、復職をされた時に板長さんの作業内容が軽減するようにということで設備導入を行ったり、作業工程自体を見直しなさったり、
働きやすい職場づくりというのを進めていった結果、板長さんだけでなく、その他の職員さんにとっても働きやすい現場になったということです。アイシャさんの方は、食品の製造業で従業員さん500名ほどの、ちょっと中規模の会社さんになります。こちらの会社さんは、社員の幸せ、健康が第一と考える社風です。ですので、社員全員に、だいぶ前からがん保険を加入されておられるそうで、がんになられたらそのまま受け取った給付を従業員さんにお渡ししているということです。また、年次有給休暇の消滅分、2年経って消滅していく分を積み立てておいて、病気休暇制度にと連動して病気休職時に利用できるようになさっておられるそうです。その他に関しては、個別のその方のそれぞれの病気の病状であったり、その方のご希望に応じて個別に臨機応変に対応なさっているということです。ご本人の希望、会社として何ができるか、どこまでできるかをしっかり話し合って対応している事例を2例ご紹介いたしました。特に F 社は新しい制度は導入していません。法律を超える制度というのは特にございません。愛者さんのようながん保険に入ったり、積み立て有給、消滅の積み立て有給を使った病気休暇制度を設けているといったことは全くないのですが、個別対応したということ。職場を守っている従業員さん全員で、この板長さんをフォローしてきたというところが大きいポイントかなと思います。最後に支援を行うにあたっての留意点です。労働者本人からの支援を希望する申し出が絶対に必要ということ。事業者による労働者の安全健康の確保、仕事内容は大丈夫か、就業場所、就業時間は大丈夫かどうか。また、労働者本人による取り組み、治療にしっかり通うこと、服薬をしっかり行うこと、適切な生活習慣を守ること、治療の特徴を踏まえた支援、通院、療養、副作用、障害、こちらを踏まえた支援の方を行っていくということ。2番、3番、4番の支援を行うにあたっては、医療チームとの情報連携が必要となります。ですので、1番、労働者本人からの支援を希望する申し出がなければ、情報を連携することはできません。5番、個人情報取扱方法の厳格化をお願いいたします。治療が必要になったとき、誰に申し出るのか、普段から社内で周知徹底をお願いいたします。健康情報は個人情報の中でも、特に取り扱いに慎重にならないといけない情報です。取り扱いをする方を明確に限定すること、取り扱いをする方への教育、マニュアルの策定等を必ずよろしくお願いいたします。忘れてはいけない大切なポイントについてご説明します。休職や短時間勤務をされる人が出たとき、職場の仲間への影響どうなるでしょうかっていう視点を忘れないでください。上司同僚へ仕事のしわ寄せが行くことにより、上司同僚が長時間労働になり、心理的負荷が蓄積し、こちらが増大していくことで、体調不良や仕事への不満がどんどん膨らんでいくと、患者さんご自身の孤立を招いていきます。結果的に、復職はできたんだけれども、居づらくなって退職するっていうケースはたくさんございます。本人の同意を得て、職場にご本人の病状等を隠さず、その都度説明し、対策を職場で十分みんなで話し合い、理解と協力をすることが必要となります。必要に応じて業務分担、仕事の手順、作業工程などを見直しし、さらに増員の検討も必要であればお願いしたいなと思っております。誰かの配慮をしたことで誰かが苦しくなるって言ったことのないように、
ぜひ長期休職、繁忙期にも会社全体の支援の仕組みも必要となります。両立支援を支える職場の上司同僚のことも配慮する、それが両立支援の成功への秘訣となります。治療と仕事の両立支援のもたらす成果、さまざまな背景を抱える人が働きやすい職場になろうというような労使のやり取りを繰り返していくことで、意欲と能力のある優秀な人材が退職せず定着していくことになります。迷惑をかけたくないから、自分がその辛い思いをすべて抱えてって考えられる従業員さん、とても優しい思いやりにあふれた従業員さんを失うことがなくなります。従業員の安心感、満足度の向上、やる気の向上によって生産性が向上し、企業業績に好影響をもたらしていますよという企業さんはたくさんおられます。今一緒に働いている仲間を大切にしていく職場を作る、これが仕事と治療を両立していくということになります。ご清聴ありがとうございました。